脚本担当しましたしそんぬ次郎です声 <laughs> 小さいな <laughs> 脚本 <laughs> ブーンあのアマゾンの終わりの時のブルーンっていうの今。<laughs> 絶対自分だったらやりたくねえなと思うんですけどそして脚本のしそんぬ次郎さんですノーアクティビティシーズン2キャッツスタッフの皆様にお集まりいただきました今一度大きなアクションをお送りください では最後にシーズン1に続き脚本を担当されましたしそん二郎さんお願いします。脚本を担当しましたしそん二郎です。<laughs> 声小さいな。今日,今日はちょっと脚本を戻せいきたいと思います。<laughs> いやもうちょっとあの見させていただいて僕もあのゲラゲラ自分で自分で書いておきながら自分であの笑わせていただきましてあの皆さんの本当キャラの浸透度というか。 パワーアップ感がもう今回はすごいですあともう顔がすごいですみんなの何も言ってない時の顔が本当に面白いんでそこぜひ見てくださいドゥルーンあのアマゾンの終わりの時のブルーンっていうのを今自分で今あ言い,い終わりは全部これではい終わりですよっていうのブドルーンあ,なるほどありがとうございます終わりも分かりやすくしていただいて ドゥル,ルンいただきましたありがとうございますはい。製品ご覧になってやっぱり時田と椎名のシーンが一番難解だと思うんですよ僕でもすごいやっぱあの二人のやりとりが好きで今回もあのタバコ試験をなんかないタバコ吸うところと <laughs> あとあの 白石さんがさらわれるところを思い出すところと、<laughs> あとあのオールインするっていうと、ころあの3つがすごい。なんかやっぱ2人の関係性が自分でも書いときながらすごい。好きで。なんかすごいやっぱむセリフもやっぱ僕バーって長く書いちゃうんで、絶対自分だったらやりたくねえなって思うんですけど、皆さん本当ちゃんとなんかまあもうすごいしすごいだから面白かったです。から時たってあのやっぱ笑いやすいシーンが無線連絡室とあのヤクザの。 とこがやっぱこうシンプルに見てて笑いやすいと思うんですよだから二人のシーン本当つまんない人は本当にこれ何言ってるんだろうなると思うんですけど <laughs> そこはやっぱちょっとかみかみ締めてちょっと見てほしいですね <laughs>、うん、時田とシーナのところは、ね、空気感なとこありますよね, <laughs> そうですねだいぶ本当に癖になる空気感だと思いますありがとうございます